始まりました、ゆりなです。今回は醤油を使った研究企画になっております。題して醤油にいろんな素材を漬け込んでみた。今回はですね、大高醤油のマルコっていう醤油と濃い口薄口の3品の醤油を準備しました。それにいろんな野菜だったり果物だったりいろんなお菓子とかを漬け込んでみて実食味見してみたいと思います。では最初に漬け込み作業を行い、2日前に漬け込んだものを実食していきたいと思います。どんな味になるのでしょうか、楽しみです。それでは漬け込み作業に移りたいと思います。それでは材料を用意したので漬け込んでいきたいと思います。と野菜、果物、その他お菓子ジャンルなんですけど、代表する3つを漬け込んでいきたいと思います。まずは野菜のズッキーニから漬け込んでいきたいと思います。これもう漬け込むだけなので輪切りにこのまま切っていただいて、用意したのがこちらがマルコで、真ん中のが濃い口、一番左側が薄口になってます。この中にもう漬け込むだけです。そのままズッキーニ生で食べられるので、ズッキーニは以上です。それでは2品目、果物の梨です。剥いていきたいと思います。こちら洗ってるのでこのまま切ります。多分梨は水分がすごい多いのですごい染み込んじゃうかもしれないんですけど、切り終わったのでつけていきます。完成いたしました。最後は3品目、マシュマロをつけていきたいと思います。マシュマロが、これも丸子濃い口薄口です。もうマシュマロはもう切らずにそのままつけて、なんかマシュマロ醤油につけるとフォアグラっぽくなるみたいなことは聞いたことあるんです。2日前につけたものがあるので、そちらをゲストの社長と一緒に実食していきたいと思います。それでは2日間醤油漬けしたものを用意いたしました。で、野菜、果物、その他があるんですけれども、まず野菜から食べていきたいと思います。薄口醤油、濃い口醤油、マルコーの淡口醤油というやつですけども、この3種類につけてもらったんだね。はい、はい、2日間つけました。じゃあ薄口醤油から食べてみたいと思います。はい、野菜のセロリです。はい、それじゃあいただきます。はい、うん、2日間寝かしたの？はい、つけたのね。1日でいいです。いきましょう。1日でいいです。次いきましょう。はい、濃い口醤油、半日でいいです。あのこれすごい色が、色的には一番綺麗です。綺麗ね、本当だね。いただきます。淡口醤油、これもね、まあ半日から1日の間だろうね、うん、塩がかってるよね、うんうん、あのセロリについてはこの醤油は漬けすぎです、うん、半日から1日で、もしかしたら数時間でかもしれない、ね、美味しく仕上がると思います。はい、はい、でも合います、すごく合います。あ、美味しいかどうかで言ったら美味しいと思います。はい、美味しいです。はい、それでは次はズッキーニになります。ズッキーニ、はい、はい、じゃあ
いただきます。ズッキーニ薄口醤油漬け。味はもうキュウリのキュウちゃんに近くなってる気がするので、ね、うん、本当にそう美味しいよね、うん、だからちょっとつけすぎかなというふうに思います、うん、はい、濃い口いきます、はい、もう色があれなのでもうシワクチャになってます、うん、でも食べてみますここで豆情報です。濃い口醤油より薄口醤油の方が塩分は高いんです、うん、だから塩だけで言ったらこっちの方が塩辛くなります、濃い口醤油の方がまろやかに仕上がります。そう、はい、続きまして色はやはりちょうどいいですけれども、うん、色淡口醤油の、ズッキーニでも半日で美味しく薄口濃い口淡口仕上がると思います、うん、色だけだったら淡口が一番、うん、綺麗ですね、うん、ぜひお試しいただければと思います、はい、次行ってみよう。続きまして果物部門になります。バナナになりますあのね、もう根本的な問題ですよ。バナナと醤油、もうね、新しい味を発見するとね、もう思うしかない。じゃあ薄口醤油から、はい、実験なので、はい、はい、もうね、これね、持った感じ伝わるかな、この持った感じがね、やばい、では薄口醤油漬け、バナナ、やばいやばい、大高醤油の社長としてバナナは醤油につけちゃダメ、やめ、ね、ね、全部やめますか、はい、じゃあ全部やめましょう、これやめましょう、これなし、はい、なしで、な、ない。それではパイナップルになります。なぜパイナップ、まあいいや、もう行くしかありません。行きましょう、薄口醤油、はい、うわーすごいね、これなんだろうな、なんとも表現のしがたい、あー、これいきます。ん、はい、行くよ、行く、向こう向いて、うん、一気に行くよ、せーの、はい、ありがとうございます。続きまして梨になります。梨、梨は梨さ、まあまあいいね、梨かもしれない。で今回はね、ちょっと薄口からいかないでこの淡口の方からいってみたいと思います、はい、色合いは、うん、まあちょっとそう綺麗だし、その方が衝撃が少なそう。いただきます。ほら3、2、1、それではアボカドになります、はい、こういうの待ってたよ、ね、こういうのです。では、アボカドの、淡口醤油いただきます。いただきます。硬い、うん、うん、でも、うん、ほら、ね、やっと食べる。アボカドは裏切れません。うん、うん、美味しいね、美味しい。薄口醤油もちょっといってみましょう、はい、ね、さあいただきます。いただきます。薄口醤油漬け、ほらやっぱ水分ちょっと出るので、ちょっと硬くはなりますけど、硬、うん、くなるんです。濃い口醤油も、うん、美味しい、うん、濃い口醤油が一番締まってないね。僕としてはこれを勧めますよ。アボカドと醤油はやっぱりね、なかなかの相性だと思います。美味しい、うん、一押しだよね、はい、はい、一押しです。アボカド最高です。続きまして、その他部門でお菓子になります。お菓子だね、はい、でマシュマロです。マシュマロだちょっとなんか、はい、溶けちゃってる。うわ見てください、もう香りはすごい甘い、うん、これいただきます。マシュマロの淡口醤油、いけんじゃない。これちょっと薄口醤油で食べてみよう、うん、これはですね、光が見えます。なんか好きな人好きかもしれない、ね、うん、ぽい、ほらほら、あ、でもみたらしっぽい、ね、そう、みたらし団子、うん、じゃこれ濃い口いきましょう、うん、いただきます。濃い口、うん、もうみたらし団子、うん、あ、みたらしだ、すごいね、うん、お父さん今夜はいるの、お、今日今夜はいるよ、楽しみにしててねっていうぐらいの時につければ夜の家庭がおーっていうことになります。よろしく続きましてプリンになります。醤油とプリン、うん、
ウニの味になるというやつの、まあ、検証みたいなもんですよ。でだとしたら醤油と言ったら濃い口醤油です。濃い口醤油とプリン、もう見た目はチョコレートプリン、はい、チョコレートプリン、えこれウニだったら大笑いだからね。中までは行ってない。2日目でこんな感じです、ね、うん、ではこのプリン濃い口醤油いってみます。あのね、プッチンプリンの味がします。おお、でも美味しい。食べて、うん、うん、ね、食べられなくなくない？あのブランデー入れたみたいな感じになる。あーみたいな感じ。おお、プリン美味しいな感じですけど、うん、ちょっとなんかおしゃれな感じのプリンになる。そう、じゃマルコ、マルコ、なんかカフェオレ味みたいな、ね、ちょっといただきます。うん、濃い口が一番まだ食べれます。そうだね、できるだけプリン と醤油を合わせることはおやめください、うん、ウニにはなりませんあ、なりません、ね、全然なりません。はい、結論です。あ、食べないそれでは2日間醤油漬けしてみた食材を食べてみたんですけれども、うんうんうん、どうでしたでしょうか。ですね、もう言いたいのは一つ、醤油につけるときはせめて1日まで、はい、できたら半日で味はしっかり、もう食品に、馴染みますから、うん、それを、ぜひあの昼つけて夜食べる、はい、もしくは夜つけて朝食べる、うん、みたいな感じで楽しんでいただければというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます、はい、でぜひ皆さんも好きな食材でやってみてはいかがでしょうか、はいはいはい、バナナはダメ、バナナはダメです、はい、それでは最後にチャンネル登録、はい、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。 SNS の Twitter、Facebook、Instagram もやってますのでフォローよろしくお願いします。お願いします。それではまた水曜日にお会いしましょう。水曜日にね、 Wednesday バイバイ